オクラホマ州。ここタルサには雄大な自然が広がる。一見のどかなこの町は今どんな野生生物に脅かされているのか、駆除の達人を訪ねた。こんにちは、よく来たね。身長2メートル、この大男こそ駆除歴25年のキャリアを誇るオクラホマの害獣バスター、レジナルド・マーレーである。オクラホマには危険な害獣がたくさんいて、中には住民の命を脅かすやつもいる。そう、オクラホマ州では最近住宅街や牧場に出没する害獣が増え、深刻な問題になっているという。一体どんな駆除を行うのか、早速達人の駆除現場に同行した。車を走らせること1時間、やってきたのは郊外にある大きな牧場。依頼者である牧場主に詳しい状況を聞いた。ひどいもんだ、子牛が襲われて跡形もなく食われちまったんだ。なんとここ数週間に子牛が何頭も襲われているという。一体何者の仕業なのか。被害のあった現場へと向かう。するとなんとライフルを用意する達人。そう、相手は牛を襲い殺戮する獰猛な害獣。その駆除は自分の身を危険にさらすことを意味する。よし、行くぞ。まずは害獣を特定するために痕跡を探す。おい、これを見ろ、足跡があるぞ。それもかなり大きなものだ。大型の猛獣らしき足跡が至る所に確認された。群れで動いている。しかも糞があるぞ、子牛を襲ったやつのものだ。糞には毛のようなものが。これは紛れもなく襲われた子牛の毛だ。一体この害獣の正体とは。達人はすでに特定していた。コヨーテだ、コヨーテの仕業に間違いない。害獣の正体はコヨーテ。北アメリカに広く生息するコヨーテは狼のように獰猛な肉食獣で、たびたび家畜やペットなどを襲っている。さらに近年では都市部で人を襲うという事件も多数報告されている。一刻も早く駆除し、被害を食い止めなければならない。捕獲に使うのは大型の猛獣を捕らえるために作られたトラップ。コヨーテがトラップを踏むとバネで足を挟み込む仕組みだ。ちなみにこのトラップは州の条例により、もしペットのような小動物がかかった場合、足を痛めないようにできている。仕掛ける場所はコヨーテの足跡が多数残っていた獣道。軽く掘った穴の上にトラップを乗せ、その上に布を1枚かぶせる。そして土でカムフラージュ。普通はこれで完成だが、達人には成功率を高めるための秘策があった。トラップの奥に穴を掘ったのだ。これは一体。いかにも小動物が掘ったように見せるんだ。モグラやネズミなどが掘った穴に見せかけることで、獲物を探すコヨーテが近寄ってくる。すると手前のトラップに足がかかり、高い確率で捕獲できるというのだ。さらにもう一つ達人には秘密兵器があった。これはコヨーテが好む小動物の糞尿などから作り出した強烈な匂いを発する液体。コヨーテは嗅覚が優れているため、この液体を塗ることで数キロ離れた場所からでも匂いを嗅ぎつけて近づいてくるのだという。こうしてコヨーテの習性や行動範囲を知り尽くした達人が10カ所にトラップを仕掛けた。あとはこのトラップにコヨーテがかかるのを待つだけだ。
牛尾を殺戮する害獣コヨーテは捕獲できるのか。翌日、日の出とともに牧場へ。万全の注意を払いながらトラップを仕掛けたポイントへと向かった。なんてこったい。こいつを見てくれ。これはコヨーテの足跡だ。ここにもここにも踏み外しちまってる。気を取り直して次のトラップへ。すると何かかかっているぞ。一体何がかかっているのか。こいつはオポッサムだ。それはコヨーテではなくオポッサムだった。アメリカ大陸に広く生息するオポッサムはカンガルーと同じ有袋類。ネズミのようなその容姿から袋ネズミとも呼ばれている。人を襲うことはないが、都市部では民家のゴミ箱を漁るなどちょっと迷惑な害獣である。しかし牧場の家畜に害はないため今回は放獣する。さらに次のトラップには。なんだよ、今度はスカンクがかかってしまったよ。そう、それはスカンクだった。スカンクはオクラホマの市街地で多く見られ、狂犬病などの病原菌を媒介する害獣である。こいつはトラップを外すのが厄介だぞ。ご存知、スカンクの武器は強烈な悪臭のする分泌液。スカンクは後ろ足で地面を踏ん張りながら分泌液を噴出する。お、まさにこの仕草だが、噴出前に尻尾をつかみ足を地面から離してしまえば心配なしとのこと。よし、取った。手こずらせやがって。スカンクも今回は放獣することに。仕掛けたトラップにコヨーテはかかっておらず、達人に焦りの色が。チクション。残りあと2つ。すると、ほら、あそこを見てみろ。見えるかい？Oh yeah yeah, I see. 見える。もがいてる。マジで？もがいてる。あれはきっとコヨーテに間違いない。次々と子牛を襲い、牧場に甚大な被害を与えてきたコヨーテ。ついに捕獲成功か？果たしてコヨーテなのか。トラップに向かう達人。ほら、あそこを見ろ。かかっていたのは大型の獣。しかし、こいつはボブキャットだ。それは北アメリカ全土に生息するボブキャット。家猫の2倍の大きさを持つ獰猛な肉食獣だ。時に鶏などの家畜を襲う害獣だが、牧場主からの駆除依頼がないため今回は放獣する。結局最後のトラップにもコヨーテはかかっていなかった。しかしこのまま野放しにはしておけない。達人は明日も捕獲に挑む。時に野生が牙を剥く時がある。人間の命をも脅かす危険生物。その危険生物に果敢に立ち向かう達人がいる。彼らの勇気に我々は拍手を惜しまない。